はいどうも、ゆうとです。前回のイベントでプロスピパークっていうのがあったんですけど、 S ランク契約書、まあ、過去フランチャイズプレイヤーが一人当たるっていう契約書をゲットしまして、基本自分イベントの時にできるだけエナジーを使わないようにしてイベントを達成してるんですね。ですのでイベントが終わってから引く形になっちゃうんですけど、引く前に12球団の選手を紹介していこうと思ったんですけど、終了したイベントでですね、ちょっと前までここに出てたんですよ。消えちゃってるんでスクリーンショット撮りましたんで、それでちょっと選手を紹介していこうと思います。まず1人目、ソフトバンクの赤井選手ですね、西武の中村選手、楽天の青山選手、オリックスの平野選手、日本ハムの田中選手、ロッテの内選手、カープの石原選手、阪神の藤川選手、ベイスターズの石川選手、ジャイアンツの内海選手、中日の岩瀬選手、ヤクルトの畠山選手、まあ、この12選手なんですけど、自分の狙う選手でいくと、西武の中村選手ですね、限界突破として、あとオリックスの平野選手ですね。じゃあメジャー行くかもしれないんで、今から引いていこうと思います。はい、それでは今からイベント限定 S ランク契約書フランチャイズプレイヤー掛け1ですね、はい、こちらの、契約書の方を引いていこうと思います、はい、一番の、まあ、今日の狙いは西武の中村選手ですね、はい、中村選手を狙っていこうと思います。12分の1、それではいきます。来い。もうね、まあ、S ランクは絶対なんですけど、来い来い、まあそうですね、はい、狙ってた選手とは違うんですけど、まあはい、横浜ベイスターズ、横浜 DeNA ベイスターズの石川選手です。はい、まあ今回はちょっと狙いとは違う結果になってしまったんですけど、ぜひこれからもよろしくお願いします。描きかけの後悔図は